さあ、新企画始動ということでございまして、今日から始まります。はい。メタモルフォーゼのラジオ始まりましたね。始まりました。いかがですか？いや、いかがですかじゃないのよ。ゼロ回目にして。ゼロ回目が一番怖いし、そういうラジオとかやるチャンネルでもないっていうのは聞いてますし。まあね、これラジオって言ってるけど、うん、一応ね、うん、ラジオっていう形でお送りしたいけど、まあ、見ても楽しめたらと思うんで。まあ、なるほど。詳しく言えばラジオ動画と。なるほど。いう感じでお送りしたいんですけども、はいはいはい、まあちょっとね、うん、新企画始動ということで。いや、ありがとうございます。お声かけていただいてね。そうなんですよ。はい、ラジオやりたいということで。はい、これはい、まあ、先にね、このラジオ、うん、どういうコンセプトかっていうと、はい、まあ、お互いね、私、あんこ、そしてね、同じ事務所の前面、はい、リクロジーさん。リクロジーです。よろしくお願いします。はい、と一緒にですね、はい、お互い好きなものを話し合って、うん、まあ、ワーキャー行っていこうじゃないかと。おー、なるほど。はい、っていうことで。あ、例えば、その、映画チャンネルだから、はい、映画の話しなきゃダメとかじゃないんですね。もう、映画いいよ減るぞ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あんなに毎回語ってあれは斎藤とやればいいよ。あれは坂本斎藤とよく出てる大丈夫、こんな何も DVD のない背景の動画俺見たことないですよ、あんこさんの。まあ、ちなみにここ今ね、はい、リクロジーさんの家なんですよ。嘘、僕ん家なんですよ。マジで何もねえっすよおい、帰れよ新企画やるっつってじゃあリクさん家いいですかじゃないんですよスタジオもうちかいみたいな。いや、うちのね、うん、うちでもやりたかったんだけど、はい、壁が薄くてさ、マジなんか、ほんと、薄コンドームぐらいの壁の薄さなんで、本当にそれぐらいなんで、もう、筒抜けなのよ。え、ゼロ回目で否認具、否認具出すんすか？いや、面白例えね、面白例え。すごいな。ラジオは結構ラフっすね。あれもう、このラジオ俺もう、特に好きな発言をして、好きなことをしたいんだから俺は。好きな発言がヒニングですか？いや、違う。それは面白発言ね。好きな面白発言ね、ほんとに。なんだこの動画。そんな動画俺見たことない、このチャンネルで俺。だから伝説を毎回残していきたいのよ、俺は。あとさ、毎回俺とのコラボの時だけ、変な企画ばっかじゃないですか。なんか青春映画語れとか、青春のドラマを撮れとか。で、ね、青春映画見に行くと言って、うん、最終的に豚の惑星っていう映画をね。たまに思い出すんすよ。腹立つんすよ。なんで、あのドッキリ。名作だったでしょ、名作。わけのわからん、エッチなシーン出てくるしさ、あれ。マジで全部いらないから。確か豚の惑星なのに、エッチエッチシーンありましたよね。多いね。後半怒涛に、しかもね、5分ぐらいガッツリ流すんすよ。俺、でも初めてですよ、その上映中、はい、下向いてた人、映画中。金払ってね。金払って、リクさんこうやって。お、大丈夫でした。うん、まあ大丈夫でした、みたいな。大丈夫です、もう。はい、つって。まあ、終わったら散々言おうと。いや、怖いよ。はい、まあ、そんな動画もあるんですけれども、はい、そんなですね、うん、私のこの、あんこ映画チャンネルでもおなじみリクロジーさんをお迎えして、ちょっと今回始めたわけなんですけども。これ嬉しいっすよ、めちゃめちゃ。これね、タイトルも、めちゃめちゃ意味があって、はい、メタモルフォーゼの縁側っていう、映画、はい、こっから撮ったんですよ。これはセンスいいっすね。これはね、リクさんなら分かってくれるんですけど。めちゃめちゃセンスいいっすよ。リクさんです。まあ、いわば映画、人並みに見るぐらいで、はい。そうですね。がっつり趣味じゃないじゃん。もう年に2回、3回ぐらいです。映画館行くのは。そう。はい。だから本当にこの映画チャンネルでこんな人呼んでいいのかぐらいの、まあ人なんですけど。そうですね。でも、まあ、そんなリクさんと俺の唯一の好きな映画が、はい、メタモルフォーゼの縁側なのよ。素晴らしい、マジで。これむちゃくちゃ盛り上がりましたもんね。めっちゃ、俺だから、はい、びっくりしたのよ。なんか、僕が先に見て、はい、その後絶賛したツイートをね、はい、まあ、今の X に上げてたじゃないですか、はい、俺すぐに連絡しましたからね。すぐ来たもん。メタモルフォーゼの縁側、めちゃくちゃいいですよね。え、見たんすか？映画館で見ました。ね、ああ、ほんとだ。俺も X 遡ってね、リクさんの、うん、あれみたいな。最高すぎるみたいな、俺書いて。だ唯一盛り上がった。めっちゃおもろかった。だ豚の惑星と大違いでしたもん。当たり前だろ。一緒にすんな、豚の惑星と。なんだ、足のバラちゃんと。あと、女性同士が指食い合う、どっかの国の映画。あんなの見せんな。ローかな、ね、ロー。RAW のね。怖いんだよ、話が。あれも一緒に見に行きましたから。
怖いんですよ。そう。そんでね、一緒に盛り上がって、はい、で、このメタモルフォーゼの縁側も、はい、このほら、芦田愛菜ちゃん主演で、うん、で、宮本信子さんって、うんうんうん、要は少女とおばあちゃんがお互い BL にハマって、それで、こう、年の差をこう感じさせないというか、そう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 。年の垣根を超えて仲良くなるっていう、好きなものでっていう。うん、で、さらに、メタモルフォーズってこう変身っていう意味でね、はい、そのお互い好きなこと、うん、話し合って、かつ、お互いのこう人生経験とかでいろいろ変わっていくみたいな作品。なるほど。だこのラジオも、お互い好きなことを発表したりとか、うんうんうん、言い合って、なんか今までなかった視点だったり、ちょっと、そういった潤いみたいな、変わっていく姿も、ちょっと皆さん見てほしいな。なんか、うさんくさいですね。スピリチュアル的な感じもありましたけど、はい、これ聞くと幸せになります。いやだいやだいやだ、マジでこんなラジオやだ。皆さん復旧してください。幸せになりますね。あーけど面白いコンセプトですね。ね、一応、はい、そういった意味でメタモルフォーズのラジオということで、あ、いい話ですこれは、はい、めちゃめちゃいいと思います。だからまあまずはねって言っても1回目、はい、まあ好きなものをね早速語るっていうよりもまずは、うん、多分リクロジーさんと俺どういう付き合いだと思いますよ。思ってる人多分多いと思うんで、はい、まあ、僕のことをね、うん、それいっぱい動画アンコさんの出させてもらいましたけど、はいはい、まあ、初見さんもいますからね。しかも、はい、過去動画も別説明以外にしてないですよね。いやマジでそうっす。だ急に制服着た30代の男がなんかワーキャー言ってるみたいななってるんですよ今多分。過去知ってる人が今めちゃめちゃ怖がってます多分。わかるわかる。ああ、ほんと客観的に見たらそうですね。ほんとに、ね。謎の人物が。いや、そう。なんでちょっとね、改めてっていうか。はい、まあ、一つ、同じ事務所の先輩なんですよ。そうです。朝日学でね。そうなんです。一緒で、はい。出会ったのももう、コロナ前っていうかもう。いや、そうですよ。5、6年前ですもんね。あの、僕が2017年に朝日入って、はい、でそっから割かしすぐ仲良くなったんですよ。そうそう。はい、で、僕はあの、その事務所通して知り合ったじゃないですか。うんうん、それまで僕知らなくて。うんうんうん、でも、あの、あ、喋ったことなくて。なかったっすね。でも存在は知ってたんですよ。あ、そうなんですか。でもそれはネタを見てて、はい、で、ネタも、その、まあ、リクさんってその、制服着て学生コントが多いじゃないですか。あ、そうですね。なんか、当時正直、あんまネタがっつりは見てなかったんですけど、なんかその、なんか、ティーンにあえてなんか寄せたような、ネタやってるやつ、うわ、ちょっと嫌いかも、みたいな。ライブのアンケートで一番多いやつです。女子高生に向けて頑張ってますねみたいな、いやネタ見たら違うでしょって思うけど、だからそこの気持ちでちょっと変に先入観見たんですよ。ああなるほど。でいざ会ってみたらなんか、うん、実はお笑いってのはみたいな、いやいやいや、お笑いってのはみたいな、より痛くなってるよマジでみたいな、俺こんな感じでお笑い語ってますよ、もうへいよみたいな、振りね、緊張と緩和みたいな、緊張と会話緩和緩和みたいな、笑いってのはみたいな、やってるか、あれ意外に熱い人じゃんみたいな。で、ネタも、そういう、なんだろう。ね、そう、学生コントだけど、うん、なんか俺、ちゃんと、なんか、切り口、攻めてるみたいな。ああ、マジっすか。なんか、あるあるにしても、はい、あそこつくんかいみたいな。おーおーおー、まあ、そっからちょっと見直しまして。いや、腹立つな。で、まあ、仲良くなろうや、みたいな。そんなんじゃなかったよ、あんた。え？なんか、あんたって、今も、昔もですけど、なんか、下手から来て、なんか、僕と良ければ仲良くしてくださいぐらいな感じで。おい、恥ずいこと言うな！すごい下から来るんすよ、本当に。いや、遠慮してね。うん、人見知りもあったし。いや、俺の第一印象言っていいですか？おぉ、なになに？この人って、心から笑ってんのかな？おい、ふざけんなよ！今一番ニコニコキャラなんだから。ふざけんなよ！なんかシネマンションとか見てても、はい、目の奥笑ってね。おい！マイナスプロモーション！最悪だよ。笑ってるかな。きっとちょっと緊張する時あるけど。いやけど本当僕はその前ビスケットさんってコンビだったじゃないですか。あ、そうね、前に、はい、で僕もビスケットさんと喋ったこともなくて、うん、正直名前ぐらいしか知らなかったんで、はいはい、だその後ちゃんとコントとか見て、はい、いや面白いみたいな、はい、僕とちょっとネタが全然違うというか、まあテイストがね、うん、全然違うから、はいはい、そっからなんか喋るようになってね、はい、そうそうそう、気づいたらね、一番仲いいっていうか。いや、マジで。いや、わかんないっすよね、その始まりが。そう、だからさ、こういうのもやっぱり、話してみないとわかんないよね。いや、わかんないわ。だから、それこそ、メタモルフォーゼのね、縁側も、うん、あの二人がよく出会ったな、うん、みたいな。
確かに。だからやっぱ喋ってみないと、出会ってみないと分かんないってことなんですよ。ああ、うん。あ、そういう教訓も与えるっていうか、その視聴者に向かって。そうなんですよ。そういう。だから皆さん、これ聞いたら幸せになります。やだな、このラジオ。うん、高いなぁ。皆さん、ぜひ、復旧のお願いします。はい。いや、けどそっから、よく遊んだんですけど、うん、俺マジで、今思ったら、うん、二人でしか遊んでないっすよね。いや、そうなんだよ。うん、なんか、待ち合わせとか、遊び行くんだったら、誰かはいないっすもん、いつも。いないいない。もう二人で、どっか、飲み行く、うん、食べ行く、遊び行くっすもん。遊び、いや、本当にそう。そうだ、確かに言われてみたらそうかも。で、俺、あんこさんって、こんなに二人がいいのかなって思ったのが、たまに、こう、みんなで打ち上げとか、みんなで飲み行ったりする中で二人も入ってる時あるじゃないですか。そう、ライブ終わりとかね、打ち上げみたいな。はいはいはい、あって、うん、で、終電で二人で帰っている時も、はい、終電でですよ。ちょっと、手前の駅で降りて、もう一軒行きましょうって言って、なんか二人っきりになろうとするんですよ。え、終電からの二人っきりってもう、そういうこと？いや、ちょ、待って！え、何？メタモルフォーゼの縁があって、BL 取り扱うから、え、待って、そういうことっすか、え、何、俺ら漫画側なの読む側のキャラクターなの、それはそれで素敵だけどBL ラジオじゃないですかこれ、え、だって俺は読者の方だったで、宮本信子さんと芦田愛菜ちゃんの方だったんだけど、まさか作品の方だったまあそれはそれドキドキするけど何？なんかね、二人でね、よく誘ってくれますよね、その後とか。だから俺はやっぱその、うん、嫉妬しちゃうのかも。そう、みんなで打ち上げ行って、で、リクさん社交的だから、うん、何やってんすかってこうみんな絡むわけよ。後輩とか先輩とかね、同期とかに、うん。やっぱそれ見て、嫉妬してたの。うん、なんでだよ、BL じゃねえかよ。俺のリクが、取られそうと。おい、マジで。だから、ちょっと、一緒終電で、一周年で駅行って、と一駅前降りませんかってなってるそんな言い方怖いからなんでだよ、本当になんでだよ、いや俺知ってるよ本当の理由は、なんだよ、あなた大人数になると口数減っちゃうから言うなてバカだから本当にしたい話ができないから強引に俺を駅から降ろしてリクさん聞いてくださいよだから本当の打ち上げは俺そこからそこからそうね、さっきまでも仕事と一緒でその後の打ち上げですからね、だからそれで言うとやっぱさっき言った下手からっていうか、うん、やっぱこういけないんだね、グッと、うんうん、そう、やっぱそう気遣いの性格もあるから、そう遠慮しちゃうから、うん、いやめっちゃわかります、こんなキノコ頭がさ、なんかほらリクさんちょっと頭おかしいね、ほらなんか平気でいくじゃん待って先輩でもお前なんだよみたいなそれがないのよ、あ、そこ行かないですね、もうなんか、うん、行ったらなんかぶん殴られるんじゃないかと思って、だってビスケットさんのコントって、うん、めちゃめちゃ破天荒なコントだったじゃないですか、はいはいはい、もう一発で爆笑取りに行くみたいな、あ、まあ、もうフルスイングで言ってましたよね、ですよね、はい、キャラコントばっかなのに、うん、そのネタ終わりの平場トークになったら、うん、すごいこじんまりして正統派コントやった人の平場なんですよ、はいはいみたいな、ゼロサンさんみたいなおしとやかな感じのトークで、確かに、だから終わった後、うん、そういうネタと平場見て、うん、一回なんか、え、本当ジョーカーですかって言われたことありますからね。ああ、けどそうかもしれない、本当にちょっと怖いみたいな、いや確かにそうかも、いつもは普通でみたいな、そうそうそう、いや怖だから、でもまあ、はい、って言ってもまあそのスイッチで入れ替えできるタイプ、言い方変えれば、だからプロですよね、いやいやいや、ネタのスイッチ、平場のスイッチみたいな、うん、あ、平場は抑えてるんですか、あえて、まあまあまあやっぱなんだろう、なんかネタやるじゃないですか、はい、でうわーってやった後、うん、でありがとうございましたってありがとうございますだけちょっと落ち着くってかっこいいじゃないですか、どうもありがとうございましたこれっす、はい、よくないよ世界観とか守ってマジで、え、プライベートのかっこよさが勝っちゃう、いやたまにいるけどね、その完璧なコントやった後にありがとうございましたとか言って、いやいやもう見せないでしょみたいなコントのまま終わってみたいな、あ、ダメなんだ、ダメに決まってますよ、そっかそっか、はい、映画でいうなんか急にメイキング見せられたみたいな、いやわかるわかるわかる、エンディングの、うん、急になんか、いやそんな感じですよ本当、わあ、じゃあちょっと俺
ちょっと勘違いしてましたわ。いや、よくない。あと、キャラに見合ってないしね。え？はい、そんな、どうも、あらした。いや、センスで言ってますから。はい。センスで。いや、合ってますよ、これは。そっからね、解散したら急に最後ね、はい、あんこぶつけたろかみたいな。あ、そんなキャラだったんだと思って。はい、もう、ちょっと、なんすかね。頭おかしいっすね。いやけど本当長い付き合いですよ、ね、そうですそう考えたらね そんな姿をね、はい、こう見てずっと見てくれてで私も見てって感じで、うん、確かにいや嬉しいねあとこうやってなんかがっつり何か始めるって、うん、あんまないっすもんねそうそうそう、うん、なんか決めあんこ映画チャンネルは基本ラフな感じで、はい、まあこれもねなんか楽しくやっていけたらってはあるんですけど、はいはいはい、でもこうなんか一個決めては意外ないんでないですよねだからまあこれねちょっとまだ不定期配信にはしていくんすけど、まあ本当に本数とかもね、なんか上げていけたりとか、できたらまあまたさらにいいかなっていう。嬉しいっすね。大きくしたいっすよね。しかも、はい、やっぱキャスティング的にもめちゃめちゃ、これそれこそリクさんが一番だなって。マジっすか？あって、はい、その、一応ラジオっていうコンセプトもあるじゃないですか。はい、やっぱラジオと言ったらリクロージンさん。僕っすか？はい。はい、えだって、ラジオいっぱいしてますよ。あの、まあ、言い方あれですけど、まあ、本当にラジオメンヘラっていうか、そう俺、3年間で4つ自主ラジオをやめてました、ね。3年間で4つやってやめてやってやめて繰り返して、今、新たにスタンド FM で一人でラジオやってんすよ。おい、ラジオメンヘラやないか、おい。はい、むちゃくちゃやりすぎなのよ。ちなみに、最新だと、先週、一個ラジオ辞めたばっかで、で、その相手が、同居人とだったんですよ。はい、はい、ルームシェアしてて。はい、その同居人と、この壁を使って、ラジオ撮ってて、それ今辞めて、今別の方とラジオやってる。いや、俺も気まずい、俺も気まずい。今めっちゃ気まずいと思います。え、この壁あれですか薄々じゃないですか大丈夫ですかこれやばいっすよ、これ。だって、今、ちょっとへ、こう、今4日かかったらこう、むにゅってこう入るぐらいもう結構薄い。おい、0.01 やないか。0.01 ミリやないか。逆に好きすぎてマナーいいですね。ちゃんと、その、ちゃんといいことだと思う。いやいや、ちゃんとつけてる。お笑いの人がちゃんとって言われたらはずいのよ、なんか。やめてくださいよ、ちょっと。いや、だから本当に。あ、そっか、それでラジオといえば僕そうなの、それもあったんですよ。やりすぎ、なんか本当いやいや、ラジオやっとかないと死んじゃうのかなっていう、そういうなんか呪いにかかってんのかなみたいな。あったんで、はい、もうこの人だと。なんかあったら、簡単に終わらせられます。うわ、怖っ。はい。自主ラジオの終わらせ方。いやいやいや、そういう講座もできますから。ヴィランだった。怖っ。ちょっと、なんか映画の例え分かんないんでやめてください。いや、すいません、ごめんなさい。はい、そうだ、そういうゲストでした。そうそう邦画オンリー、クローズとか、デスノートとかが超おもろいって思ってるんで。あと一番ビリギャルね。ビリギャルが一番面白い。だからそういうのもちょっと今後話す、ね。あ、いいですね。話したい話したい。ああ、ということでね。はい、ちょっと。まあ本当新企画始動ということでぜひぜひよろしくお願いしますちょっとね、はい、皆さんもこれ楽しんでもらえたらはい嬉しいでございますお願いしますでもリクさんはいなんかまあまだ1回目なんであれなんですけどちょっとお便りも募集したいですねいやありよこれラジオといえばうんだからちょっとG メール作ってくださいちょっとあちょうどいいのがありましたえはい先週まで使ってた G メールがあるんでいやおいそれ終わったラジオのやつやろ、はい、終わったラジオのやつじゃねえかそれ前の妻と住んでた家に一緒に住みましょう嫌だな、はい、より気まじより気まじ別アカウントになっちゃうそれ確かにあ、いやいや、お便りいいっすね。でもまあ、なんかそういうのもね。やりたいやりたい。ちょっと応用できたらって思うんで、うん。まあ今日はちょっとね、好きなものはまた次週ということで。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあね、またぜひ次回聞いてね。はーい。パニバヨー。さよなら。